博物館の外観1944年頃、軍事史博物館は、オーストリアの首都ウィーンにある博物館。常備軍が創設された30年戦争以降の、オーストリアに関する軍事的な資料が幅広く展示されている。とりわけ、サラエボ事件に関する展示は有名。入場料の補活以下料金を支払えば、展示物の写真撮影が許可される。本来は、 1848年革命に衝撃を受けた皇帝フランツ・ヨーゼフ・一世が市民の放棄に備えて兵器収蔵庫を主目的として建てたものが起源である。徐々に兵器収納庫としての性格が失われ、現在では軍事史博物館として位置づけられるようになった。近世から現代に至るまでの様々な資料が展示されている。第一次世界大戦。 第二次世界大戦で使用された、校舎砲、航空機や、各時代の軍服や軍機、著名な軍人、君主の肖像が、ナチス併合時代前後の出版物など、展示内容は多岐にわたる。本館では30年戦争以降、第二次世界大戦までを扱い、以降の現代兵器は別の展示室がある。展示の中でとりわけ有名なのが、サラエボ事件に関するもので、 1914年に狙撃された後位継承者、フランツ・フェルディナント・大公の乗っていた自動車、彼がその時に着用していた血まみれの衣服、セルビア人狙撃犯プリンープが用いた銃などが展示されている。日本に縁がある展示物として、帝政時代末期の軍人、テオドール・エドラー・フォン、レルヒのスキー用具がある。ありがとうございます。